ということで皆さん、ほこばりちゃんがガガチャンネルの大河でございます。いつもとあの背景が違うと思うんですけれども、今ここなんとガクト君のお家で僕一人でいさせてもらっているんですけど、ちょっとなんていうの、軽く済ませてもらってるっていうか、あのガクト君のペットのあのレオパード月光ちゃんに餌をあげるついでに、このお家にね泊まっていいよっていうのを言ってくれたんで今泊まってるんですけれども、だって言ってももう朝なんですけどね、ちょっと今もう時間がなくて今一人で撮ってるんですけど、ちょっと一旦お水だけ飲ませてください。このコップも書いてます、ありがとう。なんと僕のチャンネル登録者、僕のチャンネル登録者数が現在一時的にね増減がめちゃめちゃ激しいんで、まあ、減ったりすることもあるし増えたりすることもあるんですけど、400人を突破しました。突破じゃない、400人になりました。はい、ということで本当にね、あのめちゃめちゃ長かった道のりですけど、400人、もう実質僕には400人の友達がいるというでも過言ではないということの状況になったんですけど、本当にねめっちゃ嬉しくて、あのその400人を迎えた瞬間はあのダンスの練習をしていたんですけど、その瞬間にね動画でも撮ろうかなとか思ったけどちょっと無理で、しばらくね 1日2日空いて今動画を撮ってるんですけど、まあそこで減ることもなく一旦ね400人のままを維持してるので、この動画 撮れるかなとか思って今回してるんですけど、本当に突破することができて、まあ、これ結構言ってると思うんですけど、本当にあのいつもありがとうございます。本当に見てくれてありがとうございます。ですし、400人目をチャンネル登録してくれた方は誰かわからないですけど、本当にあのありがとうございます、登録してくれて。でこっからまた何百人ね、次500人でありがとうございましたって言うと思うんですけど、あのそれまで見続けていただけたら本当に嬉しいですし、あのそれまでね僕も続けられていたら続けられるし、続けるモチベはめちゃめちゃあるし、こうやって背景変えて撮ってるだけでさめっちゃ嬉しいし、てかめっちゃ白くない？でもガクト君のお家おしゃれすぎるからさ、こんなソファーとかあっちゃったりして、この人形も可愛いし、本当はねこっち側なんか服とかテレビとか、あのなんかめっちゃおしゃれなの。まあ昔ね、この動画を見ていただけたら分かると思うんですけど、めちゃめちゃおしゃれなお部屋で、こういう僕の部屋はさ、あの背景なんかギャラクシーっていうかめっちゃ宇宙っていう感じでやらせてもらってるんですけど、この感じめっちゃいいよね。これお気に入りなのかな、これが置いてあるんですけど、これポパイがあったりしたり、オロナインが置いてあったり、なんかこのなんだこれはぁみたいなのがあったりしたり、なんかめちゃめちゃオシャンのお部屋で今一人で撮らさせてもらってるんですけど、まあそのねありがとうございましたっていうことを伝えたくて今この動画を撮っています。今現在なんと305本の動画を上げることができて、チャンネル登録者数が400人になったっていうことなんですけど、これも何回も言うけどさ、本当に普通に305個何かを作るってさすごくない？しかもその動画を作る、僕の場合はね動画を上げて今400人の視聴者の方が僕をフォローしてくれてる状況なんですけど、本当にこのなんていうの、時間を費やして動画作って、動画撮って動画作って上げて、誰かに見てもらっていいなってもらってもらえる、この全ての工程めちゃめちゃ時間がかかってると思うんですけど、305個分ね、いや もしくはそれ以上めちゃめちゃ時間がとってたってるんですけど、かかってるんですけどちょっと本当にもう朝であの眠すぎて、あの全く頭が回っていないし、本当に早く寝たいところであるんですけど、本当にもうめっちゃ時間がかかって労力がかかって自己満の世界ですけど、それがね続けられていて、友達とか大学の後輩先輩からとかもさ、なんか声をかけていただくこともねあったりなかったりしたりするし、まあ、まだ400人の世界ですからね、友達400人あげれる人って言ったらあげれるやつもいるかもしれないけど、僕は普通に分かんないし、まあ、だからそのね普通にあの本当に自分でも今すごいと思ってる、ちょっとは思ってるよっていうのと、あの本当にありがとうございます、今までもありがとうございます、そしてこれからもよろしくお願いしますという状況で、まあ、400人、まあ、500人とかってなったらなんかやっぱ5ってすごいじゃん、1000の半分だし、なんか5ってキリのいい数字だし、500人なった時って多分も400人よりもっと嬉しいと思うんですけど、まあまあね、まあ、自分の無理せずに自分が好きなように好きなタイミングは、まあ、今水曜日と土曜日って決まってるんですけど、こっからね別に変わることとかも絶対あると思うし、まあ、その自分がやりたいと思った時に好きな動画を撮って編集してあげるっていうのを目指して、まあ、少しずつねもうちょっと人数を伸ばしていけたらいいなっていうのも思ってるし、まあ、あとねもう大学生最後だからさ、一緒に動画を撮りたいっていう人もなんていうの、なんか映っていいですかとか言ってくれる人もいるんで、そういう人たちと最後関わりなんか持てたりしたら嬉しいかなとか思ったりもしている。お願いします。
はい、ということで今めちゃくちゃ喋ったんですけど、てか今思ったんだけどさ、300人ありがとう動画をねこの前上げたと思うので、今400人ありがとう動画を撮ってるんですけど、まあ300人から400人が短かったんじゃなくて、300人ありがとう動画を390何人の時に撮ってあげたと思うんですけど、めっちゃスパン短くて、まあでも言ってることは同じだけど、本当にめちゃめちゃそれを思ってるってこと、本当に皆さんありがとうございますだし、これからも見続けてくれたら嬉しいし、もうこれからもね撮りたいと思ったら撮って編集してあげて、それを待っていてくれたら嬉しいなって思ってるし、そういう全てを今のこの短い時間でもう一回またねくどいほど伝えることができたんですけど、本当はね今日から始まるこのマックとか食いながら、この部屋でおしゃれな部屋でね食いながら喋ろうとか思ったけど、ギリギリ今日の夜から発売だからさ、全然間に合わなくて1日で、しかもなんていうの、今日やることめちゃめちゃあるっていうか、ちょっと忙しいみたいなところがあるんですけど、まあ僕のせいで忙しいですけど、まあ、やることがたくさんなので短い動画になったんですけど、本当にマジで400人の皆さんありがとうございます。ということで、この動画が良かったなと思った人はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。ちょっともうちょっとね、せっかく人の部屋にいるのにさ、でももっとかっこよく見せることもできたはずなんですけど、まあそれはまたいつかの動画で、もうダークアクト君の部屋のルームツアー、まあ、昔撮ったのかな、軽く成績公開動画でさ映した記憶あるんですけど、ここからちょっと変わってるので、まあ許可を得てからルームツアーを勝手にじゃないの、許可をやったら勝手にじゃないんですけど、まあやりたいと思います。それまでお楽しみにしてください。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。めっちゃ一気に喋ったから、なんていうの、もう口カピカピだし、もう一回最後に頑張って。